ボヘミア族、チェコ族、ベヘマンニ族、ボヘミアスラブ人は、ボヘミアにいた初期スラブ人部族。この地は870年頃から、ボヘミア公国として知られるようになった。現在のチェコ共和国の領域にいたボヘミア諸部族と、モラビア族の領域11世紀のボヘミア公国。神聖ローマ帝国の帝国統族となっている。民族移動時代に、ゲルマン人が立ち去った後のボヘミアに、 6世紀にスラブ人が入ってきた。歴史家のデュシャンとジェシティックによれば、彼らは530年にモラビアの門を通って東ボヘミアに入り、ラベ川とブルタバ川を越えてボヘミア中部に入ったという。さらにこの後7世紀前半に南からスラブ人が入ってきたという説があり、大部分の歴史家はこれを支持している。 彼らは近隣のアバール人との戦いの末にサモを受け入れサモ王国の一部となった。805年カール大帝の息子カールがレフを長とするボヘミア族を攻撃した。旧世紀後半のバイエルンの地理学者はボヘミア族をベヘーマーレと呼び15のキウイタスがあると記録している。870年頃歴史に残る中で最初のボヘミア公ボジボイが現れた。 彼がプシセミスル町の祖にあたる。プラハのコスマスは1119年にボヘミア族の年代域を表した。この年代域は、ボヘミアの建国伝説として、初期ボヘミア族のボヘムス公、クロク皇及びその三人の娘が600年頃に、ボヘミア国家を建設したこと、三人のうちの末娘で、ある、リブシェとノーフノーフ。 プシェミスルの結婚によりプシェミスル長が誕生したこと、伝説的で精惨な闘争、ボジボイ一世によるボーヘミアのキリスト教家、バーツラフ一世とその祖母聖リュドミラ、三人のボレスラフによる、知性、性、アダルベルトと千年以降の血生臭い戦争といった物語を伝えている。ありがとうございます。